の上に、まあ、いろんな音が重なると、まあ、でも大体オクターブ上っていう上のラとか、はい、それが一緒に、例えばじゃあ人間の声でそういうことが起きてるわけですか、うん、でそれでなんかそれはなんか歌手によって重なり合うのが、人によってはドと、まあ、ソとかミとか違う音が場合に合わせておかないと、はい、みんな音がずれちゃいますもんね。だからそれを一つに合わせるためにチューニング機って使いますよね。プーってやるとその枠の中で振動するから、はい、いっぱい振動するからそれで高い音になって途端に倍音なくなった人工音になっちゃうっていうことかなと。ああそれは、そういう論文、これで体が良くなったとかね、うん、その周波数を浴びてたら具合が良くなったとか、はい、そういう論文があるわけではないので、はい、特にまあ科学的な根拠があるわけ、周波数なんだよということを言い切るっていう方が難しいのかなっていうふうにはちょっと、リラックスするっていうかね、そうですよね、うん、